お疲れ様でですす塾の久保ですじゃあ今回もですね楽して2000円分もらえる2000円 PayPay ポイントをゲットキャンペーンについてお話していきましょう今回もすごく簡単です今ご覧いただいている LINEMUSIC っていうのがありますよねまあこれを読んでいただければ概ねわかるとは思うんですけどもまあまあ解説いたしましょう えっとね、今回ね、ペイペイポイント2000円分をもらえるキャンペーンなんで、この動画に行き着いた方は全員やってもらいたいんですけども、えー、日本政府からね、キャッシュレス決済が推進されて、早5年になるんですね。最近では多くの人が支払いに、キャッシュレス、ペイペイとかね、なんとかペイとかね、楽天ペイを選ぶようになったと思います。まあ私もほとんどなんとかペイですね。で、一番使われている決済方法は、スマホの QR コード決済なんですよ。 その中でも群を抜いて利用者が多いのがやっぱりペイペイですねラーメンでもアパレルでもまあその他の支払いでもたこ焼きでもスーパーでもねペイペイを私使ってますねで今回はペイペイポイント2000円分もらえるキャンペーンなんで結構お得だと思いますよで登場するのが LINE ュージックなんですよ、ね、LINE ュージックを今まで知らなかった方も全然大丈夫です、えー、条件達成で全員ペイペイポイント2000円分がもらえます 条件については非常に簡単なんでね、私がこれからパパッと1、2分で話しちゃいますね。ここにも出てますけども、まずね、LINE Music に無料お試し登録してください。これ6月30日までやってくださいね。ですんで日がないですよ。あと1ヶ月弱でしょ。で、それから LINE Music は LINE ストア経由で最大2ヶ月間が無料になりますんで、これもね、よろしかったら LINE Music 経由で LINE ストア ということでやってみてもいいんじゃないかなと思います。で、えっと、二つ目です。先ほど一つ目のポイントを話しました。二つ目。登録から30日間、毎日1回以上アプリで再生してください。つまり、登録しっぱなしでそのまま使ってない人はダメよってことです。登録して、毎日1回以上アプリで音楽再生してください。ね。これがノルマです。この条件、 一つ目と二つ目をクリアすると、PayPay ペイペイギフトカード2000円分が漏れなくプレゼントされるわけですね。で、プレゼントされるのは、なんと8月26日とちょっと先になるんですけどもね、ご容赦ください。はい。で、30日間。毎日1回は少し大変なように感じますけども、例えばね、毎日起きた時にやるとかね、お昼休憩にやるとか寝る前にやるみたいに決めてしまえばルーチンワークにね、非常に簡単です。 まあこれだけでね2000分もらえるんだったら楽ですよね。ぜひね、このウェルカムキャンペーン試していただきたいなと思うばかりでございます。ほら、登録から30日間毎日1回以上アプリで再生しようってなってるでしょね。で、まずは LINE にお試し登録。これだけですからね。これだけでもらえるわけですからとってもいいと思います。はい。よろしくお願いします。